政治家なんてね、所詮はこんなもんなんですよ。偉そうなことをいくらね、言ったところで、一発で逃げ出しますから。だから今回の都政も同じですがな。あの、連邦ですね。シャー連邦ですけども、このね、女は言ってること多分守るはずなんです。で、言ってることっていうのが、朝鮮学校の無償化。で、現段階では考えていないと言ってたけども、これから考えるかもしれないというですね、外国人参政権。まあ、こういったものをこれからですね、やっていこうというですね。 ある意味、その公約を守ってるっていう形なんですよね。まあ、本当にね。バカなの、この国は。としか言いようがないんですよ。ですからね。でも、桜井先生は言ったことそのまんまやってるだけですからね。生活保護、外国人への生活保護を即時に廃止するって言ってるだけですから。